日間最後のステージを飾ってくださるのは地元富岡町からです。葉山神社伝統芸能保存会の皆さんの葉山の岡倉舞となります。およそ50年前に復活しまして、毎年元旦に神社に舞を奉納し、氏子の家々を回り、厄払いと無病息災を祈願します。獅子頭で神楽に頭を噛んでもらうと1年間頭痛がないと伝えられています。神楽舞は幕舞、閉塞舞、鈴舞、大舞、岡崎舞で構成されていますが、今回は鈴舞と岡崎舞の一部を披露してくださる、はい、ということです。今原瀬の方もね、最後に同契約ひょっとこが出てきまして、面白気を見せて、ね、面白かったですね。ひょっとこのことをね、岡崎とも言うんですよ。はい、それでまあ、神楽ってのは本来ね、今頭噛んでられて分かりますように無病息災を祈るものなんですけれど、それだけじゃやっぱ物足りないんでしょうな。最後にあのようなユーモラスなね、芸を仕組みましてね、それ楽しんだんですね。やっぱり皆さんにも笑ってほしいという思いがあるんですか。昔は娯楽ってありませんからね、歌舞伎だってめったに見られませんから、もう祭りごとにあれを 見させてもらってね、で大笑いをしてね、はい、それで健康を保ったんでしょうな。笑うと本当にいいですもんね。でこれ葉山は皆さん地元の方多いでしょうから、あえて説明を申し上げるまでもないと思うんですけれどもね、有名な火祭りのある葉山神社、あそこの麓ですね。で今年の夏、震災後初めてね、あの火祭り復活したんですね。私もお邪魔しました。で当時の宮司さんに聞いたらね、まだあの地区で戻ったのは10軒あるかないかだっておっしゃった。少ないですね。そうなんですよ。その中でね、これを復活したっていうのは大変なことですよね。大変な努力です。今回の皆さんも苦労あったと思いますよね。しかも今日はあの時間の都合で全部はね拝見できませんけれども、肝心なところだけはね、はい、特に最後の岡崎ですね、岡崎舞、楽しみなところでございますね。はい、皆さんもぜひ笑っていただきたいですね。はい、現地であげますので、どうぞ地元のやつを大いに拍手をあの差し上げてください。じゃあ早速お願いしましょう。はい、それでは、はい、葉山神社伝統芸能保存会で葉山の岡倉舞です。お願いいたします。清流殿に飾りを至る、得体をもって大変落下と改まる。お後は被災地の一日も早い復興と、ご来場の皆様方のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。おーい、おい。
ございました。ありがとうございました。ちょっと代表者の方お一人ちょっとお出いただけないでしょうか。はい、遠慮になってますけれども、葉山神社伝統芸能保存会、はい、代表者の方に少しお話を伺います。ご苦労様でございました。先ほど申し上げたんですけどね、はい、葉山地区には富士山の話だと10軒戻ったか戻らないかだとおっしゃったの、はい、で皆さんはもちろん地元にいらっしゃるとは限らないよね。そうですね、うん、はい、どの辺に住んでいらっしゃいますか。私自身は郡山市の方に。郡山、はい、郡山市の方に住んでまして、他の方は、他の人はいわきが多いです、ね、いわきが多い、はい、練習はどうでなさるんですか。練習は、うん、まあ、人が集まれば葉山神社の社務所の方 で、はい、やらせてもらっています。でもかなり距離を来なきゃいけないですね。そうですね。夜でしょ練習なさるのは大概。練習は、ね、今回ちょっと恥ずかしながら1回しかやってない。あ、そうです。それでもこれだけできる立派なもんですね。なかなか集まるのがね大変なこともあるんですかね。で会見してね若い方が多いですね。そうですね、今のところ、ね、はい、今日来ているのは、ね、で女性の方が1人いらっしゃるけれども、はい、だいぶ前から参加になってた。あの、まあ、震災後からですね。震災後、はい、しかも笛でしょ。笛で、はい、笛ってのは難しいんですよね。そうですね、我々ね 2,3 分吹いただけでね頭クラクラしてきますから、ね、どのぐらい経ってこのぐらい吹けるようになったんでしょう。2年ぐらいですか、ね、2年ぐらいで、はい、素晴らしい優秀な方ですね。そうです、はい、で今のところ後継者はどうですか。後継者が、まあ、全然集まってこないんで、うん、はい、まあ今あの、まあ、葉山芸能保存会っていう名前だったんで、うんうん、あのうち元々はうち子だけで編成されてたんですけど、うん、まあ、自分がやりたいんだっていう人は、うん、どなたでも受け付けてます。少し広げてね、はい、葉山に限らずに。そうですね。あ、そうですか。そうしないとなかなか維持できませんよね。そうですね。大変な心をされてこれだけの舞を継承習ってる、はい、これからはもんです、ね、どんな活動をされていきたいと思われていますか。これからも一応葉山の火祭りを中心としてですね、まあ、富岡町の方々とかにが、まあ、元気になっていただければなというふうに。そうですね、はい、どうにありがたいですからね、はい、本当にありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。ご活躍を祈っております。ありがとうございました、はい、葉山